現在のハバロフスク橋、ハバロフスク橋は、ロシア極東のハバロフスク地方を流れるアムール川に架かる橋である。1998年に完成した。アムール川鉄橋、アムール鉄橋、アムール大橋とも呼ばれる。初代ハバロフスク橋、初代ハバロフスク橋の残存部分1916年、ラブルプロスクレコフの設計でアムール川に最初の鉄橋が架けられた。 これにより、シベリア鉄道が全線開通した。それまでは新国を通る東西鉄道を暫定的なシベリア鉄道としていた。単線ながら全長2 5トルを超える長さは、ロシア帝国、ソビート連邦の歴史を通じて最長の鉄橋であった。1941年、スターリンの指示により、川底を通る全長7トルの ハバロフスクアムール川底トンネルが掘られ、この区間は伏線化された。このトンネルは、グラグの囚人を多数動員して国費に建設された。5000ルーブル紙幣に描かれたハバロフスク橋単線時の、鉄道部分道路部分新橋下田完成時休、橋下田撤去時1998年6月、新しい橋が急遽のすぐ脇に完成した。全長2598メートルで、 橋脚数は26、形式はトラス橋である。新橋は2層式の鉄道道路併用橋になっていて、下層部に鉄道、上層部に2車線の自動車道路が通っている。鉄道の運行は1998年6月より開始され、開業時は単線運行でウラジオストク駅方面に向かう列車がこちらを通り、モスクワ方面に向かう列車は川底トンネルを使用した。 2009年11月より伏線運行が開始された。道路部分は1999年より使用を開始した。急遽の橋脚は残っているが、橋桁は解体された。橋桁の1スパンは近くのアムール川鉄橋歴史博物館に保存されている。ここでは以前は極秘とされた川底トンネルの設計図など貴重な資料を見ることができる。ありがとうございます。